デイビッド・クリフォード・ブラウンは、イギリスの音楽学者。ピョートル・チャイコフスキーの生涯と作品に関する研究が名高い。ブラウンは、グレーブ・ゼンドに生を受け、グレーブ・ゼンド・グラマースクールで学んだ。その後、シェイフィールド大学で、英語、ラテン語、音楽を学んで1951年に卒業、翌1952年に音楽学士を取得した。兵役に着く間にロシア語を学び、 情報部隊に任命される中等学校で教弁を取った後に、ロンドン大学の音楽師書となり、ロンドン大学本部に勤務した。1962年に、サウサンプトン大学の教員に任用され、1970年に上級教員、1975年に講師に就任する。1971年には、トマス・ウィールクスに関する著書が認められ、 博士号を授与されている。彼が表したミハイル・グリーン化に関する著作は、この作曲家について、英語で書かれた初めての大掛かりな研究であった。これをしのぐのが4巻からなるチャイコフスキーの研究であり、チャイコフスキーの伝記であると同時にその作品の徹底的な分析成果でもある。ニューグローブ世界音楽大辞典のロシアの偉人たちシリーズの編纂にも加わっており、 イギリス音楽の国定コレクションであるムジカブリタニカの編集委員としても活躍した。1989年に音楽学の教授を体感している。晩年はアルツハイマー病に苦しめられ、ハンプシャーのロムジーにて84年の生涯を終えた。ありがとうございます。